号砲鳴って第5レース6車立て A 級特一般戦2つ目スタートです。スタート2回持ってる3番の松丸博之選手がポンとSを取って間もなく先頭位に追いついていきそうです。1番の飯塚隼人が2番手、6番木田隆二と地元九州が前を取って並びをこれから作ります。3番手4番手少し間が空きますが、4番手以降2番池が悪い、4番平坂吉成、5番の井上豪と広島岡山中国勢が後ろ攻めとなります。前の九州勢も先頭2番手前後入れ替わりまして、飯塚松丸木田で九州も3名が並びを完成させました。九州対中国の2地区の戦い、3対3の構図が整い残り3周です。初日は先行6着、昨日の6レースはまくり返せず4着と流れ乗り切れてない1番の飯塚、なんとか結果を残せるか。番手3番の松丸であります。昨日は吉田優斗選手マークから4角かわしての昨日4着の5レースでありました。3番手固めていくのは6番の木奈隆二はシリーズ初の3番手の競争です。初日のリベンジなるか池川、初日は桜井との4番手争いがありました。メンバー中ただ一人昨日準決勝を走りました。アクシデントに泣きましたが最終日登場しております。同県4番の平坂はシリーズ初の番手戦、5番の井上初日は久田台に3番手がありました。打賞の周回です。前後自力の2人位置が入れ替わった。4番手下げ切った飯塚がどのタイミングで叩き返せるかどうか。3番手と車間をちょっとずつ広げていった飯塚、池江側が最終日は先行勝負か。まだ流しています。徐々に飯塚の動きを見ながら池江側がスピードを上げ始めた。完璧に上げ切る前に飯塚が釜白を狙っていく最終ホーム、叩き返して元の位置に戻った。最終回叩かれた池川4番手まくり返す脚力残っているか。最終バック手前から4番手池川反撃、3番手2番手松丸が引きつける、6番手から5番井上が内に切り替える、2番の池川届くのか。4コーナー待った飯塚先頭、3番の松丸です。並んだかどうか。第5レース A 級特一般戦、飯塚が押し切ったかどうか。最終的には叩き返して初手の位置に戻る形から、最終バック手前池川のまくり上げ、松丸が引きつけてまくりを食い止めてかわしに行ったんでありますが、飯塚選手が振り切って1番3番、3着争いは2番6番角度微妙であります。外が2番の池川、内6番の木奈、2番6番の3着判別が分かりませんので、どうぞ審判の決定までしばらくお待ちください。